傍作「釘抜刀吉取り物覚え書」「き、宇治の茶箱」「缶の野郎を起こすほどのことでもあるめ」「合ッ長屋の土間へ降り立った釘抜き刀吉はまだ明けやらぬ薄暗がりの中で 足の指先にこまげたの尾をまさぐりながら、一人ごとのようにこう言った。後ろから続いたおかっぴきのとむらい彦べんも、いつもの通り、不得要領ににやりと笑いを漏らしただけで、それでも完全に同意の心を表していた。四十念仏のようなことをぶつぶつ口の中でつぶやいているほか、大抵のようは、例のにやりで済ましておくのが、この男の常だった。 その代わり、ものを言うときには、必要以上に大きな声を出して、あたりの人をびっくりさせた。非常に、嗅覚の鋭敏な人間で、紙みくずかごを肩に担いでは、その紙みくずの一つのように、江戸の町々を風に吹かれて歩きながら、ネタをあげたり、星をつけたり、それに、毎日のように落とし物を拾ってくるばかりか、ときには、手がかり上大きな獲物のあることもあった。 実は、彼のお箱の微光術も、大部分は異常に発達したその鼻の力によるところが多かった。早い話がすべての人が、彼にとっては、主々な品物の匂いに過ぎなかった。親分の陶吉は、ゆずみ草。兄分の勘弁漢字は、桜摘み。角の海ビ床の親分が、日向の湯子。大宮の隠居が、檜、まあ、 ざっとこんな具合に決められていたのだった。なんで、まるっきり亀じゃねえか、くそ面白くもねそういうおめえを言って何の匂いだかえひ、え、彦。自身で伺いを立ててみなよ。中っ腹の漢字はよくこう言っては、尺半分の霊障を浴びせかけた。そんな場合、彦兵は口元だけで笑いながらいつも、ほらか ほら、ただのチャラッポコ。と、歌の文句のように言いいしていた。このチャラッポコが、果たして漢字の推測通り、等の総根目標の一種を意味していたものか、あるいは単に非属な発音語に過ぎなかったものか、そこらは、彦兵衛自身もしかとは決めていないようだった。 この男には大分、否認の血が混じっているとは、口さがない一般の取り沙汰であったが、幹事も藤吉も知らぬ顔をしていたばかりか、当人の彦兵はただニヤニヤ笑っているだけで、天から問題にしていないらしかった。やげんぼりべったら市も二巡のうちに迫った今日この頃、朝な朝なのを外出に白い柱を踏むことも珍しくなかったが、 ことにこの冬になってから一番寒いある日の、薄氷さえ張った夜の引き明け七つ半という時刻であった。出入り先の同心の家でほとんど一夜を語り明かした同吉は、八丁堀の合点長屋へ帰ってくると、間もなく、前後も不覚に、いびきをかき始めたその寝入り花を、逆さにしごくように慌ただしく叩き起こされたのであった。おや、おやぶめ。 具足町の特選の若えもんでございます。ちょっとお開けなすってくだせえまし。とんでもねえことが起こりましただよ。ええ、もし、藤吉の親分へ女手のない気安さに、こんな時は藤吉自身が甲子元の下たぬぎへ降りてきて、立て付けの悪いとをガタピシ開けるのが決まりになっていた。難度の三条に先兵衛布団をかぶって、 勘弁漢字は馬のようにぐっすり寝込んでいた。はいはい、特選さんのどなたですはい、今開けやすよ。はいはい。寝巻きの上へドテらを羽織ったまま、上がりがまちと靴脱ぎへ片足ずつ乗せた陶吉は、商売柄こうした場合悪い顔もできずに、手がかりの良くない千本格子を力任せに引き開けようとした。 音もなくいつの間にか背後に彦兵衛が立っていた。両手を懐中から顎のところへ覗かせて、彼は寝ぼけたようにニヤニヤしていたが、おやぶ、うん、とうなるように言った。なんだおねまえお帰んなせえよ。特選の用はあしが聞き取りをやらかすとしよう。まあ、いいやな。 一尺ほどまた力を入れて、右へ引いた戸の隙間から、頭へ雪の花びらをかぶって、黒い影が飲めるように飛び込んできた。具足町の歯じゃや特船の煮方で、一昨年の暮れに欧州から出てきた仙太郎という二十二歳の若者だった。三へ指をかけていた陶吉の腕の中へ、何のことはない、マリのように彼は転がり込んできたのだった。 急には口も聞けないほど息を弾ませているのが何事かただならぬ事件と突発したことをただそれだけで十分に語っていた。半面に白いものの消えかかった顔の色は古外の薄明かりを受けてさながら死人のようであった。きもる赤月の風のためのみならず、さすがの陶吉もブルっと一つ身震いを禁じえなかった。朝っぱらからお騒がせ申してすみません。 腰から取った手拭いで顔を拭きながら仙太郎が言った。出入り先の特選の店でたびたび顔を合わしているので、この若者の人並み外れて几帳面な癖を知っている東吉は、今、その手拭いがいつになくしわだらけなのを見て取って、なぜかちょっと変に思ったのだった。誰かともやどんじゃねえか。まあ、落ち着きのせい、何事が起こりましたい おやぶん、大変でございますよ。と、千太郎はおずおず、東吉の顔を見上げた。ただ大変じゃわからねえ。物取りかいそれとも、何かの間違いから出入りでもあったというのかいまあ、背後の板戸を閉めてもらって、あらまし、ことの次第を受けたまわるとしようじゃねえか。言われた通りに、後ろ手に通しめきった千太郎は、また改めて、おやぶん、 と声を潜めた。この若者の大行らしさに、いささかどぎを抜かれた形の陶吉と彦兵衛は、今は眠さもどこへやら少しおかしそうな顔をして首をすくめていたが、それでも陶吉だけは、何ですと思いきり調子を落として、相手に釣り出しをかけることだけは忘れなかった。 冷え渡った大江戸の朝のしじまがひしひしと土間に立った三人の周りを押し包んだ。どこか遠くで早い一番鳥の鳴く声、とのもの雪は小ぶりか、それともやんだか。親分、旦那が昨夜首を吊りましたよ。ぼんやりと古外の気配を伺っていた陶吉の耳へ、竹ずっぽうを通してくるような、 無表情なセンタロウの声が響いた。瞬間、ト吉はその意味を頭の中で常識的に解釈しようと試みった。と、気味の悪いほど突然に、トムライ衛が高笑いを漏らした。はは、センさん、お前寝る前に、トロの古いんでもつまみなすったかあいつはよくねえ夢を見させやすからね。ははははは。 が、おっかぶせて、センタロウが色を失っている唇を不服そうに尖らせた。夢じゃありましねえ。と言うと、ト吉は思わずキッとなった。兄、夢なら夢でもまさ夢でございますだよ。旦那の体がお前様、置き場の針にぶら下がって、とど,どうがセンさお待ちなせえ、と、 彦兵衛はいつになく口数が多かった。足が昨夜お店の前を通った時には、旦那は、長馬そばの大火鉢に両手をかざして外を見ていなすったが、寄せ合え、と藤吉が噛んで吐き出すように言った。その顔に、思想でも出ていたと言うんだろう。ところが、と彦兵衛も負けていなかった。 思想どころか、無病息災長女園満。そこでと、陶吉は、彦兵衛のこの教問みたいな証言を無視して、細かに肩を震わせている仙太郎へ向き直った。お届けは済みましたかいごくりと唾を飲み込みながら、仙太郎は子供のように頷いてみせた。満潮と一緒に、 大根かしへ入ってくる似たりの一つに、今朝はくれをあて込みに宇治からの着任があるはずなので、いつもより少し早めに起きた味方の仙太郎は、ちょうちん一つで勝手を知った裏の置き場へ入って行くと、少し広く空きを取ってある真ん中の仕事場に、宙を浮いている主人仙従の姿を発見して、のけぞるほど肝を潰したのだった。 狂人のように家へ駆け込んだ彼は、大声を張り上げて家中のものを起こすと同時に、番頭騎兵の再配で、手代の一人は近所にいる出入りの医者へ、飯炊きの男が山頂を置いた万太郎の小屋へ、そして、発見者たる彼仙太郎はこうして、一応縄張りである東吉の元まで知らせに走ったのであった。そして何ですかい 帯を結び直しながら、陶吉が聞き返した。旦那方はもうお見えになりましたかいここへ来るより番屋の方が近いから、役人たちも今頃は出張しているであろうと答えて、陶吉らもすぐ後を追っかけるということさを取ると、萌えの低くなった提灯のろうそくをかばいながら、檻から軒を鳴らして渡る朝風の中を、 来た時のように呼吸を弾ませて、仙太郎は飛ぶように合点長屋の路地を出て行った。漢字のいびきだけが味噌をするように聞こえていた。陶吉と彦兵衛は意味ありげに顔を見合って、しばらく上がりが町に立っていたが、無言のうちに手早く用意を整えると、陶吉が先に立って表の格子戸に手をかけた。 缶のやつは寝かしておけ。と、独り言のように彼は言った。微笑とともに彦兵衛は、規則正しく雷のような音の響いてくる難度の方をちらと見返りながら、歪んだ日和たの上へ降り立った。彦、と、陶吉が帰り見た。うるせえこったの、が、夜をあげる前にゃあ一つ形をつけるとしようぜ。 お役名ご苦労。と、彦兵衛は笑った。<laughs> ふざけるねえ。それにしても、こう押し迫ってから、大黒柱がぽっきりと来た日にゃ、特選の店も上がったりだろうぜ。そこへ行くとお前の前だが、一例文言の悲しさってものさの。二。 英大の空低く、薄雲が漂っていた。彦兵衛一人を連れた釘抜藤吉は、そのまま八丁堀を岡崎町へ切れると、松平越中の守殿の下屋敷の前から、紫色に霞んでいる紅葉橋を渡って、本姫木町七丁目を飛ぶように、通り三丁目に近い具足町の葉舎や特仙の店先まで駆けつけた。 五つ頃までに拉致が開いてくれるといいが。一枚取り外した大戸の前に、野いの粉雪を踏んで足跡の乱れているのを見ると、他年の経験から事件の難物らしいのを直感した陶吉は、こうつぶやきながら、その戸の中へ入り込んだ。食材と大城鎮の投影に物々しく多勢の人影が動いているのが、闇になれない彼の目にもはっきりと映った。 これはこれは八丁堀の親分、ようこそと言いてぇが、どうも飛んだことで、ささ、ずっと、何さ、死刑はまだそっとそのままにして置き場にありやすよ。こう言いながら、そそ草と出てきたのは、町引けしの頭、常吉であった。旦那衆はもうお見えになりましたかい万太郎が道草を食っているわけでもあるまいが、どうしたものか。 剣士の役人はまだ出張してこないという常吉の答えを背後に聞き流して、締めっぽい大棚の土間を台所の飯炊き釜の前から茶箱の並んでいる囲い伝えに、陶吉と彦兵衛の二人は常吉に案内させて通っていった。富士の出来事のために気も点灯している家中の人々は寒そうに懐で押した二人を見ても、 挨拶どころか目にも入らないように見受けられた。何か大声に怒鳴りながら店と奥と行ったり来たりしている白ネズミを、あれが大番頭の騎兵だなと陶吉は横目に睨んで行った。近い親類の者も駆けつけたらしく、広い家の中はごった返していた。何か不審の筋でもあるとすれば、調べをつけるのに、 この騒動はもっけの幸いと、帰って、陶吉は心の中で喜んだのだった。白壁の蔵に近く、木造の一棟が、石のあった茶の置き場であった。さっきの仙太郎が青い顔をして入り口に立ち番をしていた。近所や出入りの者がまだ、内外に立ち騒いでいたが、檻から入ってきた三人を見ると、 申し合わせたように皆口をつぐんで、かかり合えを恐れるかのように、逃げるともなく出て行ってしまった。特選と、筆太とに墨の入ったちょちんの明かりに照らし出されて、天井の梁から一本の綱に下がっているのは、紛れもないここの主人、徳村千住の変わり果てた姿であった。生前、 おせき取りとまであだなされていただけあって、代表肥満の先獣は、こうして、聖母の鮭のように吊り下がったところもなんとなく威厳があって、今にも聞き覚えのある民声で、合点長屋の親分でゲえすかええ。まあ、ちょっくら上がっていっぱい出花をすすっていらっしゃいとでも、言い出しそうに思われた。 それが一つのおかしみのようにさえ感じられて、前へ回って死体を見上げたまま、陶吉はいつまでも黙りこくって立っていた。昨夜見た時はピンピンしていた人のこのありさまに、諸行無常、少者失滅とでも感じたものか、鼻を手の甲へすりつけながら、彦兵衛も寒々むむと肩をすぼめていた。梁へかけた強い綱が、 重い死骸を小揺るぎもさせずに静かに支えていた。東寄りの武者窓から雪の手伝った暁の光が差し込んで、死体の足元にそのつま先とほとんどすれすれに、うじっと荷札を張った茶の空き箱が置かれてあるのが、浮かぶように陶吉の目に入った。見込みが外れて、 さばけが思うようにつかねえと、実は、昨日、朝湯で顔を合わした時も、それをひどく苦にやんでおいでのようだったが。わからねえもんさねえ。まさかこんなことになろうた、あっしも。と言いかけた、常吉の言葉をとって。なんぞ他に、自滅のもとと思い当たるような筋合いはありませんかねえ。頭は、この家とは、 べして近しく出入りしていたようだが。と、藤吉は眠そうに装って相手の顔色を伺った。さあ、と、常吉は頭をかいた。何しろ、おかみさんが三年前の秋に先立ってからというものは、旦那も焼きが回ったかして、 商売の方も思わしくなく内緒もなかなか苦しいようでしたよ。が、こんな死に様をしなければならねえわけも、あったようには思われねえが。いやこうと言っちゃなんだが例の空、欧州寺の探し物にさっぱり当たりがつかねえので、だんだんもう始中それが白髪の種だと言い知っていましたがね。陶吉は聞き耳を立てた。 それが、その、欧州寺の探し物ってのは何だねまさか、飛んだ白石話のあだちという時代名と話でもあるめ、ね。すると、まだ親分は、徳松さんの一件をご存じねえと言うんですかいと、常吉は呆れて見せた。初耳ですね。と、東吉は嘘吹いた。 一体、その徳松さんってのは、どこのどなたですい話せば、長いことながら。寝がのんきな常吉は、こうした場合にもこんなことを言いながら、少し調子づいて徳吉の顔を見つめた。それを遮るように徳吉は手を振った。あ、ま、後から聞きやしょう。死人前に置いて、因果話もぞっとしねえ。それより、おい、引こう。と、彼は、 傍らに立っている彦兵衛を帰り見た。おめえ、ちょっとごこやがって、仏を下ろしてくんねえ。ご剣士が見えるまで、ぶら下げておくがものもあるめえよ。言いながら、死骸の真下にあるうちの茶箱を顎で刺した。おそらく、これを台にして死の角で登ったらしいその空き箱が、この場合そのまますぐ役に立つのであった。 無言のまま、彦兵衛は箱の上に立って、両手を綱の結び目へかけた。二三歩後ろへ下がって、二人はそれを見上げていた。力を込めているらしいものの、綱はなかなかほどけなかった。死体の両足を横抱きにして、陶吉は下からそっと持ち上げてやった。死人の顔とすれ合って、 油気のない頭髪が額へかかってくるのをうるさそうにかきのけながら、彦兵衛は不服らしく言った。ちくしょう、なんてまた家庭玉をこしらえたもんだろう。その時だった。ほどけねえかよし。玉の上から切ってしまえ。と、陶吉の言葉の終わらないうちに大きな音を立てて箱が壊れると、 痩せた彦兵衛の体が火箸のように二人の足元へ転がり落ちた。思わず手を離した唐吉の鼻先で、あたかも冷笑するかのように、石人の体が小さく揺れた。箱の壊れを手にしながら、異常に光る視線を唐吉は今起き上がってきた彦兵衛へ向けた。吹けば飛ぶようなてめえの重さで壊れる箱が、 どうしてこの大男の足場になったろうしかも、呼吸が止まるまでには、だいぶん箱の上でジタバタしたはずだが。自滅じゃねえぜ、親分。という彦兵衛を。やかましい愛。と決めつけておいて、東吉は。今見たようなわけで、わしにはちっとばかし画展のいかねえところがある。旦那方が来ちゃ面倒だ。 かしら、はしご持ってきて、しげをおろしてくんなぜ。なに、綱は上の方から引っったってかまうもんか。それから引こう。なにをてめえはぼやぼやしてやがる。この置き場の入り口を少し消えでみて。その足で、おたなの方向人たちを一人残らず洗ってこい。三。 店の者は、大番頭の騎兵以下、飯炊きの牢屋まで全部で十四人の大金いだったが、彦兵衛の調べによると、そのうち一人として怪しい顔は見当たらなかった。薄く地面を覆った雪のためと、それを慌てて踏みにじった諸人の足跡のために、置き場の入り口からも何の目ぼしい手がかりも得られなかった。旦那方、ご苦労様でございます。 おから着合わせた町奉行の同心の下役にこう挨拶すると、頭の常吉を土蔵の前へ呼び出して、唐吉は改めて、徳松一軒の続きへ耳を傾けた。二十何年か前のことだった。その頃の下町の大棚などによくある話で、女房のおさえが病心なままに、主人の千住は、 小間使いのお冬に手をつけて、徳松という男の子を産ませたのであった。何がしかの手切れ金を持たせて、母子もろともお冬の実家、欧州仙台は石巻へ帰したのだったが、それからというもの、雨につけ風につけ、老いたる仙獣の思い出すのはその徳松の老いたちであった。ただ一代で、 具足町の名物とまで店が売り出してくるにつれ、妻の小種のないところから一層この不幸な息子のことが忍ばれるのであった。この徳村千住という人物は、ただの商人ばかりではなく、茶の湯徘徊の道にも相当に知られていて、その方面でも広く武家屋敷や旗本の隠居所などへ顔を出していた。彼のこの趣味も、 もともと好きな道とは言いながら、夜年並みに後目もなく、若い頃の一粒種は行方知れず、ことに、三年前に連れ合いに別れてからというものは、店の用事はほとんど大番頭の騎兵に任せきっていたので、ただこの世の味気なさを忘れようとする一つの四がにしていたらしいとのことだった。だが、これだけの理由で、この頃は、内輪が苦しいとは言うものの、 この大棚の主人が書き置き一つ残さずに首を吊ろうとはどうしても思えなかった。それで、その何ですかいと藤吉は常吉の話の済むのを待って口を入れた。その、徳松さんとかって子供衆は未だに雪き方知れずなんですかい 子供といったところで、今頃はあの、味方の仙太郎さんくらいに。と答えようとする常吉を無視して、ちょうどそこへ水を汲みに来た女中のそばへ、藤吉は足早に進み寄って何事か尋ねていたが、小声で彦兵衛を呼んで、その耳へ吹き込んだ。はい。一とっ走り曝露町の吉野山で行って、聖次郎という、 えちごの上婦屋を突き止めてきてくれ。うなずいた彦兵衛の姿が台所の薄暗がりを通して表の方へ消えてしまうと、置き場へ引っ返してきた陶吉は、剣士の役人へ声をかけた。旦那、こりゃどうもたちのよくねえ狂言ですぜ。とにかくこの自滅には不信がありやすから少し、宣言をさせていただきやしょう。 そうか、俺もなんだか怪しいと思っていたところだ。と、髭の後の青々とした若い組下の童心が負けない気らしく少し反り返って答えた。手間は取りませんよ、なに。今すぐ目鼻をつけてご覧に入れます。苦々にがにがしそうにこう言い切ると、そのまま陶吉は店へ上がり込んで、 茶室めいた奥座敷へ通ずる濡れ縁の端へ、大番頭の騎兵を呼び出した。日本坊の頃からこの年まで、死んだ千住の下に働いてきたという、四重絡みの前掛けは、いかにも苦労人めいた物腰で、陶吉の問いに対して、いちいちはっきりと受け答えをしていた。昨日三年ぶりで、 えちごの上婦や聖次郎がお店へ顔を見せたということは、さっき女中の話でもわかっていたが、それが、正午前から来て、暮れむつまで今まで主人と話し込み、迫る夕闇に驚いてそこそこに座を立ったというのが、一層、塔吉の注意を引いた。その時、お店はせわしかったんですかいと目を細めて、 彼は木平の顔を見守った。はじゃ屋と言っても、おろしが主なので、毎日夕方は割に閑散なのが、どういうものか、昨日はなかなか立て込んでいたという返事に、満足らしく微笑しながら、藤吉はまた質問の綱をたぐり始めた。その聖二郎さんという単物屋は、 この三年、欧州の方を回ってきたということですが、全くですかいええ、何でもそんなこと言って、仙台の大味噌をひとたる、店の者たちへ土産に持って参りました。へ、ええ。なるほど。と、東吉は腕をこまぬいた。と、中庭の植え込みを透かして見える置き場の横を顎で刺しながら、 あの小屋へ、左手の路地からもへれますね。だいぶ柿が破れていますから、ぐろうと思えば。という番頭の言葉をしまいまで待たず。旦那は盆栽がお好きのようだったから、それ、そこの庭にある鉢植えにも、大方自身で水をおやりなすったことでしょう。が、それにしちゃ、 と、東吉は、小首を傾けながら、縁花近くの靴脱ぎ石へ目を落とした。どこにも、庭下駄が見えねえのは、どういうわけでございますおやと、騎兵は小さく叫んで、庭中を見渡した。はっはっと、東吉は笑った。庭下駄は置き場にありやすよ裏返しや横ちょになって、 すみとすみとに飛んでいるのはあっしゃ、しかと睨んできやした。こう言ったらもうおわかりだろうが、今一つお聞きしてえことがある。他でもねえが、海にゆかりのあるところから来ている者がいて、何人お店にいますね。そう。と番頭はしばらく考えた後、まず一人はございますな。 気兵さん。と改まって、陶吉は声を潜ませた。お店から一人縄付きが出ますぜ。え気兵は顔の色を変えた。はぁ、あ、いやさ。と陶吉は微笑した。旦那のねえとはいわば、お前さんがこの家の元締めで、お前さんだけは、 手を下ろす前に耳に入れておきてんだが、縄付きどころの騒ぎじゃあねえぜ。知っての通り、気兵さん。衆殺しといや、引き回しの上、落ち着く先はお決まりの、差し詰め、千寿か小遣っぱら。はあと、気兵は大声を上げた。もう、しらじらと明るくなった中庭の隅に、 煙のように黒い影が動いたのだった。あれですかいと、東吉は笑った。今の脅し文句も実は、あのお方に聞かせもそうのは困だったのさ。庭の影は、這うように池垣へ近づいた。おい、千ンド東吉は呼びかけた。 お前、そこにいたのか。猿のような鳴き声とともに、ひらりと千太郎は庭隅から路地へ飛び出した。野郎待て裸足のまま、東吉は庭の青苔を踏んだ。親分。と、弔い彦兵衛が縁側に立っていた。吉野屋行ってきやしたよ。いたか 書き寝ごしに、仙太郎の後を目で追いながら、こう、東吉は、怒鳴るように聞いた。聖のやつめ、青い連れして震えていやがったが、浅草橋の軍令名へ引っ立てて、番屋へ預けて命令した。でかした。と一言言いながら、東吉は縁へ駆け上った。飛行。先行の野郎が風を食いやがった。路地を出て左へ切れたから、 稲荷橋を渡るにちえねえ。まだ遠くへも走る目がてめえ。ひとつひっくくってくるが。ほいきた。と彦兵衛は、鼻の頭をすり上げて。どこまでずらがりやがっても、おいら、奴の顔を聞いてるんだから世話はねえのさ。親分、あの先香って小僧は、笑くせえぜ。ははは、また、努力を始めやがった。 さっさとしねえと大穴開けるぞ。しゃ、お後を鍵鍵を向けに、ぐいっと裾をはしょって、彦兵衛は表を刺して走り出した。彦コ吉ウの鋭い声が彼を追った。いいか、小あたりにあたって下手にごてりやがったら、かまごだねえ。ちっとばかり痛めてやれ。この模様じゃ、 泥合戦は承知の上さ。つぶやきながら彦兵衛は振り返った。して、これから親分は知れたことよ。軍で目ぇ出向いていって、上夫屋をうんと引っ張いてこよう。4羽毛のような雪を浮かべて傘を増した見股のせい。 タヤス殿の屋敷の前から残部とばかり、水煙も白く身を投げた味方の千太郎は、岸に立ってわめえた彦兵衛の御用の声に、上の端から船番所の端気が出て、二丁ほど川下で水物まずに竿にかかった。が、一切の罪状は、それより先に越後上布の聖次郎が、陶吉の吟味で泥を吐いていた。 三年前に、徳仙の店へ寄ったとき、今度は北へ足を向けるというのを幸いと、日陰者の一子、徳松の行方捜査を千住はくれぐれも聖次郎に頼んだのであった。それも、ただ仙台石巻のお冬徳松の親子としか分かっていないので、この探索は何の功をもそうすはずがなかった。で、 三年越しに江戸の土を踏んだ聖次郎は、失望をもたらして、千住を訪れ、苦心談を夕方まで続けて木戸に着いたのだった。その奥座敷の密談を、ふと小耳に挟んで、驚き、かつ喜んだのは、二方の千太郎であった。星月夜の宮城の腹で、盆の上の物言いから、 取り上げばあさんのお冬の手て,てなし号、柄松という遊び仲間をあやめて、江戸へ出てきた千太郎は、細く長くという新願から、外神田の数さやを通して、この徳仙の店へ住み込んだのだったが、その柄松が、主人千獣の唯一の相続人たる徳松であろうとは、彼もつい昨日まで夢にも知らなかったのである。が、 秘密がわかるのと、悪形が胸に浮かぶのとはほとんど同時だった。これだけの店の横断など立てられて、お買い子ぐるみで遊んで暮らせる生涯が、相馬灯のように彼の眼前を横切った。都市格好から身柄といい、柄松と彼とは息き写しだった。今よう天一望という古い手を、仙太郎は思いついたのである。 善は急げと、折からの忙しさに紛れて、彼は帰りゆく、上夫や聖二郎の後を追い、信江門町の蕎麦屋へ連れ込んで一部始終を打ち明けた後、サタン方を依頼したのであった。はじめのうちこそ、ご発刀真っ向に横に首を振り続けている聖二郎も、古傷まで知らせた上は、返答によって命をもらうという仙太郎の脅しと、 何よりも、たんまり謝礼の約束に目がくらんで、挙句の果てに青い顔をして承知したのであった。いよいよ話が決まるまでは、奉公人の目はできるだけ避けたがよかろうと、牛蜜の刻を示し合わせた二人は、まず、清二郎が庭先へ忍んで千獣を置き場へおびき入れ、そこで改めて、千太郎を徳松に仕立てて、 親子の名乗りをさせたまではよかったものの、一時は涙を流して喜んだ千住が、だんだん怪しく感じ出したものか、根掘り葉掘り釜をかけて問い詰めてゆくうちに、付け焼き場の悲しさ、とうとうばれそうになったので、教場持ちの千太郎は、こと面倒と、徳松殺しの一件を吐き出すと同時に、山猫のように竹りかかって、腰の手ぬぐいで、 何なく、千獣の首を締め上げたのだった。あとは簡単だった。どう失っている聖二郎に手伝わせて、重い千獣の死骸を天井から吊る下げ、踏み台として足の下に宇治の茶箱を置き、すっかり覚悟の意志と見せかけようと企んだのである。それにしても親分。 町役人の番屋から出てくるや否や、番頭の騎兵は、藤吉の袖を引いた。はじめから、仙太郎と睨みをつけた親分さんの五眼力には、毎度のことながら何ともはや。なあに。と藤吉は、人の良さそうな笑いを口元に浮かべて、足のところへ中心に来たときに、いつになくしわくちゃの手ぬぐいを下げていたのが、 ちらっとは足の目についてそれがどうも気になってならねえような安兵だったらさ。そうおっしゃられてみると、なるほど、仙太郎はいつも手ぬぐいをきちんと四つにたたんで腰にしておりましたのですよ。それにお前さん、と藤吉は並んで歩みを運びながら、おせき取の足場にしちゃ、 あの茶箱は少し弱すぎまさね。踏み台から足がついたってね。へへ、どうだよ、やぶん、このオチは。と、彦兵衛が背後で笑い声を立てた。笑いごっちゃね、マヌケめ。お取り込みを知らねえのか。と、陶吉はしっかりつけた。そしてまた連れを帰り見て。があ、きえさん。 ま、なんと言っても、あの、綱の結び目が、千の野郎の運の月とでもいいんでしょう。あれは水人結びってね。早船乗りの過去が、三十五単を風にやるめえとする、えれえ、わく因縁のある糸玉だわね。あれを一目見てあっしも、ははと当たりをつけやしたよ。千は、 国の石の薪で松前通いに乗ってたことがあるといつか自身で喋っていたのをふっと思い出したんで。だがね、あれほど目方のある仏を軽々と吊り下げたところから見ると、こりゃ、一人の仕業じゃあるめえとは察したものの、上婦屋のことを聞き込むまでは、徳松一軒も停して重くは考えなかったのさ。まあ、万刀さん、奥みはまた後から。 いずれ一丁らでもタンスの底から引きずり出してもう溶け出した雪の道を八丁堀の合ッ長屋へ帰ってきた藤吉彦兵衛の2人は狭い流し元で朝飯の支度をしていた勘弁漢字の途方もない堂間えで格子戸を開けるとすぐまず驚かされた「すまねえ」と漢字は。 ひふきだけ片手に怒鳴った。今仕事、頭のつねこうが来て話していったが、親分、特選じゃあ、えれ騒動だってじゃありませんか。知らぬが仏でこっちとら、白川よ船さん、んすんませんま。勘弁してくってね。それで、星は <laughs> はっはせわねえやな。釘抜き陶吉は豪快に笑った。 朝飯前た、このことよ、なあ、彦。が、七輪にたぎっている味噌汁の鍋を覗き込みながら、弔い彦兵は口を尖らせた。チェッと彼は下打ちした。カーニーの晩の日には、決まって、ワカメが泳いでら。